皆さんこんにちは、ボンドチャンネルスッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ東京でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは初登場、石井くんです。はい、よろしくお願いします。石井です、よろしくお願いします。普通ですね。いや普通ですよ、僕は、はい、実は普通ですから。で今回初登場の石井くんがカスタマイズ担当させていただいた車両を紹介したいと思います。紹介するのはこちら、はい、LC500 コンバーチブルです。やってきましたね、はい、これもうボンド東京でもかっこいい LC コンバーチブル、うん、そうですね、まあ、東京ってあんまり少ないかもしれないですけどね、 LC を今までやってきたのは、はい、意外と多分やったことないんじゃないですか。あ、そうなんだ、はい、各店結構今 LC 入庫半端なくて、うん、多いですよね。もう僕らの動画撮影でいろいろ回ってるんですけど、うん、必ず入ってるって言っても過言でないぐらい。そうですよね、浦和店を筆頭に。意外にじゃあ東京店は少ない少ないですね。 LC はでもホイール本当にこうちゃんと入れたのとか初めてなんじゃないですかね。あ、そうなんだ。多分初めてだと思います。ただしっかりちょっとかっこいいのを作るんだぞっていうところをちょっと今回紹介させていただきたいと思います。はい、今回ちょっとパッと、うん、写真送られてきただけなんで全然分からなかったんですけど、現車見たらこれ限定車じゃないですか。でそれ全然僕は知らなかったですけどね気づかなかったんでこれ限定車なんだと思って、はい、なんとびっくり、これが60台限定の車みたいです、はい、見たいですね、うん、でそれがストラクチャルブルー、うん、この以前アリーナ店の商品車紹介でもご紹介させていただいたんですけど、これ知ってますか。青なんですけど青の色素を使っていないという。石井くん知ってますか。これ色素使ってないんですか、はい、青を使ってないんですか。青を使ってない、青く見える塗装らしいです。知らなかった全然普通に綺麗な青だなと思ってたんですけど、これがなんかその南アメリカ原産のモルフォチョウっていう蝶のなんかその羽、あそれのなんか仕組みを応用した塗装らしいです。めちゃくちゃ綺麗くない。いやこれ本当に綺麗でしたね。これね、うん、ちょっと紺色にも見えるし、ちょっと水色っぽくも見えるし、濃淡と、あとこのギラギラ、ちょっともう高級感が半端じゃないという、うん、はい、いやこのオーナーさん実は前に乗ってた車がグランカブリオで、それも青い限定車あったじゃないですか。それに乗られてたんですよ。あ、そうなんだ。 それに乗られてて、で LC に変えたんですって言って入ってきた時に、あ、また青なんですねなるほど。でもしかも普通の青じゃなかった。そう気づけば、はい、でこだわりのちょっとその青とツードアクーペ、うん、コンバーチブル乗られてるオーナーさんなんですね、はい、で今回カスタマイズの内容としては本当にこう外装、もう外装もノーマルです。完璧ノーマルですね。触ってないという。何も手は触ってないです、はい、でちょっとこっちに回っていくと、もう本当に足元だけのメイクという、はい、これちょっと名古屋店でも話したんですけど、はい、もう LC クーペもコンバーチブルもなんか車がもう完成されてるから、そうですね、もうちょっとなんか触るだけで、うん、もう全然かっこよくなっちゃうというか、まあ、あとはやっぱそのオーナーさんのなんていうんですかイメージは、うんうんうん、結構まあいい今年の方なので、ジェントルな方なんで、なるほど、まあ、特にリップとかはいらないかなっていう感じですよね。じゃあ小技はあんまり使わないで本当に爽やかに足元だけのメイクっていうことで、そうですね、うん、で今回ちょっとこのホイールをじゃあ詳しく見ていきましょうか。今回装着したのが、石井君の方から紹介してもらっていいですか。はい、HRE のワンピースの P200 っていうモデルですね。いいですか。はい、ずるいです。何がですか。いやもうこれはかっこよすぎるし、そうですよね。いやしかもこのホイールはね、ちょっとカメラマンとも話したんですけど、はい、これどれに履いてもかっこいい、うんうんうん、もう本当に SUV ゲレンデとかに履いてもかっこいいし、はい、ポルシェに履いてもかっこいいし、ね、セダンに履いてもかっこいいし、もうこの LC でも外すはずがないわけですよ、うん、でこのサイズがまた今回石井チョイスの22インチ です。22インチ、まあ、絶妙なところを、そうですね、21と22どっちかに悩んだんですけど、まあ、ホイールがホイールなんで、まあ、これはもう最大サイズで、なるほど、行っちゃった方がいいかなっていう感じで。でまたこれデザインもこのスポークがひねってあるのがちょっとこのレクサスのこう曲線と直線にちょっとつながるところもあって、うん、もうめちゃくちゃ似合ってる。そうですね、まあ、なんか僕の中で多分この P200 って HRE の中で一番なんかこう上品じゃないかなっていうイメージ持ってたんで、まあオーナーさんのイメージと、あとは LC、レクサスの LC っていうところに当てはめたら、まあ、これかなっていう感じで、なるほど、一番最初にこれじゃないですかって言ったホイールでしたね。
結構こうホイールによってもレーシーなのとか、うん、あと単造なんかどうしてもこうとんがったデザインのなんか多いですけど、そうですね、特にこの P200 に関してはちょっと柔らかい、本当に高級感があるデザイン、曲線がやっぱりあるんで立体感と、そこら辺がやっぱり高級さを出してくれるかなっていう感じで、そして今回このコンケーブもまたちょっとえぐめで、そう結構つけてくれましたこれまた22インチっていうところとワンピースっていうところで、うん、かなりこう深い感じが、そうですね、どうしても2ピース、3ピースに比べてあのホイールの形状、構造がシンプルですけど、うん、このコンケーブがつくことによってちょっとかなり表情が違うフロントのホイールになってございます、はい、まあ、重要ですよね、どれぐらいつくかっていうのは。あとはちょっと驚いたのは今回このフィニッシュが、はい、ストーンフィニッシュですね、はい、久々の、最近誰もやらないですけど、ちょっと久しぶりな感じで久しぶりな感じがするですね。でこれがあのバレル研磨って言って、その、はい、研磨剤の入った釜にこうホイールをガシャガシャガシャってやって、はい、出してそのまんま、あ、そうですね、そうですね、まあ、手磨きする前の段階、前の段階、はい、ちょっとこのうねうねうねってなってるこの金属の質感がちょっと見られる、そうですね、まあ、言い方変えるとなんか大理石っぽく見えるような感じなんで、そのあたりもまあ上品っていうところにつながってくるかなっていう感じですよね。なるほど。でこれがもちろんその素材が良くないとできないフィニッシュなんで、はい、まあ、HRE、まあ、他のメーカーでも違う名前なんかで、ね、そういう商品ありますけど、タンブルフィニッシュ、そんなのもありますけど、はい、非常に独特なフィニッシュになってます。であと HRE 多分石井君的にも販売しやすいのはこれじゃないでしょうか、はい、はい、ご覧ください。JWL なんとアメリカ製単造ホイールなのに、はい、JWL 日本の共同企画をしっかり通ってると。これは結構お客様にも言われますか。まあ言われることが多いかもしれないですね。強度どうなのとか車検どうなのとか、はい、まあ、サイズによってはちょっと、そうですね、あれですけど、まあ、ただ強度は気になるところだとは思います。やっぱこういうデザインなんで。いや、もちろんそのヨーロッパだったらヨーロッパ、アメリカだったらアメリカ その強度の規格あるんですけど、やっぱり日本のとちょっと当てはまってないと、そうですね、日本の車検だったり基準不安要素になってしまうんですけれども、 HLE はなんと JWL が入ってるんで、まあ、そういった安心の面もあるかなと、はい、そうですね、はい、であとは毎回言ってるんですけど、あの LC、はい、ブレーキが最初から2ピースで、はい、キャリパーもこう塗ってある大きいキャリパーなんで、まあ、本当にホイール入れるだけで入るという、そうですね。そしてあとはローダウンが今回、はい、結構激しめの、そうですね、石井セッティングで、まあまあ、マグセッティングですね、はい、これはやっぱりちょっとこのコンバーチブルで屋根も低く見えるし、はい、そうですね、やっぱりある程度は低くさせたかったんで、まあ、ただただ、まあ、実用性的にはまあギリギリ大丈夫じゃないかなって。なるほど。まあ、ただプラスロベルタも付けさせていただいたので、フロントはじゃあ使い勝手が損なわない、ね、ちょっとこれ後で動き見てみましょう。そうですね。でこれローダウンは何で下げてる感じですか。RSR です。みんな大好き RSR。 結構視点でも人気の、はい、そうですね、車高調 でもちろんその調整の幅があるんで、はい、ちょっと上げたり下げたりっていうのも、あ、もちろんもちろんできるんじゃないかなと、はい、そしてあと本当にノーマルってことなんですけど、もう本当にいじんなかったらいじんなかったら別に全然、いや、まあまあ、やることが完成されてるなっていう、はい、まあ、視点で本当にいろんな小技というか、いろんなペイントワークでカスタマイズしてる例なんかもありますけど、元がもうかっこいいよね。そうですね、まあ、色もありますし、まあ、これはこれ崩しちゃいけないのかなっていうのがすごい強いですね。もうね、なんか車エロいこれはすごくいいですね。そして内装なんかもこの白と紺のめちゃめちゃ映える内装、はい、そして後ろもこれはあれですかね、毎回恒例コンケーブ違いの、はいはいはい、後ろちょっと太めの激しめコンケーブのホイールが装着されていると。でなんかちょっと頑張ってる感がない。あ、そう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 、そこら辺はやっぱり重要視したかったですね、うん、なんかもう、そうしれっと履いてる感、はい、ちょっとこうでっかいホイール入れてんだぞとか、うん、無理やりこう収めてんだぞとか、はい、なんかそういう感じが一切ない。そうなんですよ。だからまあ俺いじってんだ見てくれみたいな感じはやっぱちょっと出したくなかったですよね、うんうん、確かに。もう本当にさりげないというか、うん、そんなセッティングになってるみたいな、はい、であと後ろなんかも本当に何もしてないんだ何もしてないですよ本当に。だから足回りと、うん、本当足回りだけですね。なんかスポイラーつけるわけでもなく、はい、なんかエンブレム塗っちゃうとかっていうのもなく、はい、本当にドノーマルでこれだけ決まってるというお手本のような一台じゃないでしょうか、はい。
最後にリフターの動きを見てみたいと思います。はい、上げます。まあ、こんな感じで上がります。ただこれタイヤ固定している状態なんで、もう少し実際は上がると思います。で下げます。まあ、こんな感じで速い。で最後になりますけれども、はい、あのちょっと石井君らしさが全く出ない動画だったんですけど。いや、僕らしさって何ですか。じゃあ、あのちょっと若干暴走気味、はい、いやいや、まあ初回ですから、初回限定生産なんで、はい、でちょっとあの露出、内山店長に比べると少なめですけど、はい、なかなかちょっと強烈な車を担当させていただいたりっていうのも。そうですね、なんだかんだやらせてもらってますね、はい、ある石井君なんて、はい、もう国産車ももちろんですよね。そうですね、はい、最近こう、まあ、ちょっと、うん、話題のランクルなんかも入庫予定があるということで、はい、まあ、ちょっといつになるか分からないですけど、もう購入される方はいらっしゃるので。なるほど。その方も必ずあのホイールは入れますし、まあ、他何するかちょっとまだ分からないですけど、まあ、それは必ずやると思いますね、はい、欧州車だけじゃなく国産車もお気軽に石井くんまでお問い合わせくださいというわけで、ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。